ノボルクステンスーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドアです。ノボルさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、鶴巻ノボルです、よろしくお願いします。はい、うん、キーチさん、お疲れ様でした。ご無沙汰してます。はい、サマータイムブルース、はい、RC サクセーション、ね、はい、行っちゃいましたね。過激でいいですね。うん、過激でいいね。いや、過激かとかね、30年前とか、20年前ぐらいですかね。もうそのぐらいなのかな。ね、その地震だなんだ、予言して原発反対で、とっくにやってるってすごいですよね。すごい。ね、まあ、先取りしてたのかもしれない。ですよね。素晴らしい。はい。うん、ね、湘南海岸、台風8号。あ、マリアちゃん、マリアちゃん、マリアちゃん、あら、かわいい、はい、ね、ネームマリアですね。かわいい名前だけど、ね、まあ、この恩恵に預かり湘南海岸はサイズがちょっとアップしてまして、うん、セット腹胸、うん、しかしまあ温床が吹いてますと、うん、南風 2.5 メーターから3メーター、そんなに気にならないんで、うん、サーフィンやる人は全然できる状態ですか、うん、いいんじゃないですかね、うん、っていう感じで、昨日今日はまあ、サーフィンデイですね、行っちゃってください、うん、水温がね 26.3 度、だんだん暖かくなって、うん、結構暖かいですよね、うん、そう、バシャバシャ入って、まあ、うん、海パン一丁でもできますが、うん、まあ、長い時間使ってればやっぱりこう、うん、心身と体温がえらい低いからね、心身ともに冷えてきます、うん、奪われますから、まあ、ウェットスーツで、ウェットスーツは、うん、まあ、毎回言ってるスプリングスーツ、うん、半袖半ズボンとか、うん、半袖長ズボンのワンピース、うん、まあ、あのシーガルって言って、うん、長ズボンの半袖のワンピース、うん、まあ、こんなのを着ると、まあ、怪我もしにくいし、うん、寒さもしのげるかなっていう感じですね。やっぱり半袖ってことは値段もいくらか安いんですか。そうですね、うん、まあ、なくなったところが増えれば値段はちょっと下がりますね、うん、昔は面白い質問、ね、昔は、うん、例えばフルスーツってあの長袖、長ズボンで、大体みんなその格好してる、ウルトラマンみたいのを、まあ、買ったら、1年使ってちょっとボロくなって、春先それが、長ズボンが半ズボンに変わり、切っちゃうんですよ、切っちゃう、結構切りっぱ。縫い目とかは大丈夫なんですか。もうその辺はあんま気にしないです。まあお釣りできたらそれで終わりだから、まあ、ある程度密閉されてるから、ね、で春先に半ズボンになりの、うん、秋に今度袖も切りみたいな、うん、半袖、うん、小さくなる、半袖半ズボンになって、うん、まあそれでボロボロになって終了みたいな、あ、まあそれはね、まあ、30年前ぐらいの話ですよね。でも有効な使い方なんですよね、うん、そうですよね、うん、まあそうやって使えば、まあ、もったいなくもないっていう、うんうん、素材自体もね、そんなに、そうなんですよ、ね、で、あの、まあ、そんなこんなでずっと最近は、はい、多分そのさっきの台風8号絡みとか、うん、あの、まあ、低気圧日本海側に、うん、その気圧に吹き込む南風、うん、海からの風が来て、うん、で前線が絡んでたから、うん、あの広島とかが大雨降って、うん、まあ、大事故になってるっていうのが今の現状なんですよ。ああ、そうなんだ、大変ですね、あの、うん、ひどいよね、うん、そうだから、まあそんなのなんで、まあ明日も、うん、サイズは残って、サーフィンやる人は、うん、明日の午前中とかは、まあ、まだちょびっとできますよと、あさっても、うん、ちょっとできます、ただ、まあ、北風にこう気圧配置でまた変わってくるんで、うん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 、明日は全部今南風ですけど、うん、北風に変わって、まあ、サーフィン業界では面つるって呼ぶ、まあ、面が綺麗な、綺麗なんですか、海の海面が、まあ、サーフィンで滑る海面が綺麗になるんで、滑りやすい、はい、滑りやすい、いいコンディションに変わる。ただその風が北風に変わると、うん、波も抑えられてサイズダウンしてくるんで、うん、まあ、あの、なんでしょうね、極上になりつつあるけども、うん、サイズも下がっちゃうんで、うん、まあ、早い時間に日の出とともにサーフィンするのもいいかもしれないです。一年のうちで一番いい時期っていうのは何かあるんですか。いい時期はやっぱり台風シーズンがいいんで、台風シーズンやっぱりこれからですね、南岸を、太平洋南岸下から、うん、四国の方から九州の方から、関東方面に上がってくるのが調子よくって、うん、でそれもあんまり近くなく、
スウェルが、うん、あの、まあ、20度線を超えるとうねりが入ってくるんですけど、うん、はは20度線を超えて、まあ、1日ぐらい経ったところからスウェルが入り出すと、うん、こうシェイプされた綺麗な波が入って、うん、こうベコベコロじゃなくてね、うん、グランドスウェルって言うんですけ ど、 なるほど、ね、でそれがこう風向きとかそのうねりの南南西の向きで入るとかいうとその、うん、湾とかリーフとかは、うんどこに向いているその湾があって例えばあの湘南でも言ったじゃないですか、うん、湘南海岸って一つに言うけど、うん、南西を受けるのは鎌倉方面が南西のスウェルを受けてて、うん、じゃあ南東を受けるのは江ノ島から、うん小田原寄りの方が南東スウェルを受けるんで、そう南南東とか南南西とか、まあ、その辺の東絡み西絡みの向きで随分こう、うん分かれるんだね、波の入ってくる場所が違っちゃう。あ、まあ、全体的にはあるけども、うん、炸裂してるのは鎌倉だったり、その炸裂東絡みだったら、うん、辻堂とか、大磯とかのが炸裂してるとか、その時の状況を読まなきゃいけない、うんうん、そうなんですよ、うん、でまあまあそんなのもあるんで、うん、まあ明日明後日はその北風になるからちょっとコンディションが良くなると、うんうんうん、でなおかつ大潮、うん、で大潮その、うん、タイドチャートって潮の上げ下げで、うんうん波の入り方が、コンスタントに入ってくる、うんうん、でその潮が一番動く時期時間帯がいい流れになるんで、うん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 、その大潮の、うん、引きいっぱい手前、うん、例えばその、うん、潮の高さが120から10センチぐらいまで、うんうんだ1メーター近くあの海抜が下がる、下がる、うん、そういう時にその波がポン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 入って、うん、コンスタントに入ってくる潮が動いてる。ああなるほどね、うん、そうするとその今言った、うんうん60センチから潮位が10センチぐらいの、うんうん、50センチ動く間がコンディション良かったりする、うん、あんま引きすぎちゃうと岩が出てきたりいろんなこううコンディション変わってくるんで、なるほど、ね、まあまあそんなのもあるんで、まあ鶴巻のボルさん読んでんのは大潮7時から9時ぐらいが当たりではないかと、うん、朝ですか。朝ですねやっぱりね、はい、朝の7時9時ぐらいを、うん目指して海に行ったらいいかもしれません、ね、っていう感じなんですよ、はいうん、文句喋ってもいいですか、はい、どうぞ。最近フォイルサーフィンって言って、はい空中に浮くサーフィンがあるんですよ、うんまあ、何回も喋ってるんですけど、うん頻繁に私がいろんなところ遊び行くと、うん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 、見るようになってきて、でこのフォイルサーフィンをなんかそのうち専門家呼んで紹介したいなと思ってて、うん、で自分まだ2回ぐらいしかやったことないんですけど、うん、2回とも、うん、なんかコンディションと、うん、その勉強不足で、うん、うまく乗れてないんですよ、うんまあ、まあ、立ってるんだ、ね、その浮いてるもんねそう海面から80センチから90センチぐらい浮くんですよ、うん、でその理由はそのフィンサーフィンのフィンが、うん普通のこうとんがりフィンじゃなくて、はい、グライダーの形そうですね、はい、もうそれは浮きますよ、はい、ありがとうございます、はい、今日のゲストは加藤貴一さんでした、はい、ありがとうございます、ね、来週はゲストは長瀬辰巳さんです。辰巳さん、うん、そうです、来ますよ、はいうん、それではまた来週ありがとうございました、はい、バイバイ、バイバイ、大木ちゃんコーストおめでとう、バイバイ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました。すごいですね、はい、初めて見た、浮くんですよ。でもこれバランス取るの難しいですね、難しいです。